まあ、マグニチュード6.9、深さが10キロということを考えると、もう津波が出て当たり前で、はい、で、まあ、2、30センチの津波というのは、普通の津波ですよね。そんなことで地震が地震があったり、地震が。そうですね。ただその2回目は大丈夫か。と思いますよ。思いますよ。2回目の地震は、岩手の深さが50キロでした。マグニチュード5.7、最大震度5強、強かったですね。津波の心配はなかった。そうなんですよ。津波の震度は2回目の地震の方が大きかったね。